三沢城は、天子重機と呼ばれる戦国大名、天子氏の家臣団が守る、城西軍の一つで、島根県二田軍をクイズ無町三沢に位置する。島根県指定史跡。品濃源氏の後裔で、品濃国伊島合児等の一族が、上級三年の上級の乱で先行を挙げ、出雲国三沢城を与えられ、三沢氏を称した。三沢は、稲葉国を経て来し、 この地で良質な砂鉄を採取して、野たたら製鉄、山の開拓により力をつけ、加減三年、似た郡内をはじめ島根半島までも一望できる、幼少の地、鴨も倉山に、東条、溶外山三沢城を築城したのが始まりである。追記と同時に、ため町は、信濃から当地に移り、以後、生も、三沢と改める。延言三年、 大原香織新宮の自動職となり、出雲平野部新室の足掛かりを得た。永正六年、三沢ため、ただしの第二、横田の高津場山に、藤ヶ瀬城を築城四国に移ったが、三沢城には常番を置いていたものとみられる。天文九年、この頃、三沢ため行は、天腰に従って、吉田軍山城の毛利氏を攻める。毛利元成に敗れた天子勢が敗走する中、 三沢十有氏を引き連れて、毛利本人を襲い、ここで討ち死にする。a 六元年、三沢た清志は、天子春久に従い、再度、毛利攻めに出陣。この時、三沢城留ス協役、沼の広氏氏は、老頭を引き連れて、毛利本体に交流戦とする高野山城勢を、愛福原で破った。A6 三年、三沢氏は、毛利氏に、恒例を取り、あとは、 毛利氏に従って、甘腰の高尾城、馬木屋外城攻め、A69 年に、甘腰の本城、ガス山戸田城攻め、天正6年には、織田信長の被護を受けて、最高をもくろむ、天子勝久、山中高生の高月城を攻め、続いて、天正9年を同じく、橋場秀吉により水攻めを受ける備中、高松城救援などに従った。しかし、天正17年、 三沢氏の威勢を恐れた毛利氏の還元により、三沢ため虎は、一族老党と共に、秋に出頭し、厳しい監視下に置かれ、三沢に帰城することも許されないまま、長戸国麻生軍に一万国を与えられ、毛利氏家臣となった。この後の三沢城の遺災については不明である。三沢城本丸三沢城、本丸北川の霧岸城は、似た軍の南西端。 三沢の中心にそびえる標高418.5メートルの突き出た独立山を利用して築造されたものであり、北に比い川、南にあ川、東を三沢川を天然の堀とし、城の裏手にあたる西側は、あ川に沿って飛行200メートルを超える切り立った崖とする天然の要害である。 東場と布広木の複合式場祭としては、出雲国人が築いたものとして、山陰で最大のものと言われ、中世山城の代表的な遺構として、島根県史跡の指定を受けている。山麓には複数の屋敷と出丸があり、大手門を入ると二の丸である。さらに神の木、広しなど、複数の車を、傾斜地に設けて、上司費のある一つのピークに至る。 東条は二つのピークを持つ複格式城塞であり、ここをたどると北の角、鳥居丸から本丸に至る。さらにその南下に馬乗馬場、岩棚と呼ばれる車が設けられている。ありがとうございます。